まんちゃん？まんちゃん？どこにあんの？ここ？ここ？タイコさんって AirPods Pro？ プロって何？AirPods Pro からノイズキャンセルがすごい強くなっ普通のて、AirPods のやあ、つ多分入れては、るだけピーだンっかてら、割れ普る。通にできちゃう。のはプロな。何語を話してんのかがわかんないんだけど。いや、帰ってきて話すじゃん。こんばんは。こんばんは。今回の YouTube 企画はですね、はーい。サエコさんにちょっとお家でリラックスできるリラックスグッズを紹介していただきたいと噛んだ。噛んだけどリラックスグッズ紹介するよー。イエーイ。とりあえず今日は5つに絞ってみたんですけれども、早速行ってもいいですか？はい。てかその前にちょっとサエコさん、かわいい、めっちゃ。なん嬉しか、い。ヘアアレンジやってみたわヘけ、自アレン分ジがで。すごい可愛いです、それ。すごい、ご自身でやられたんですか？そう、頑張ったの。なんかさ、バリエーションしないと視聴者離れていくかなっていう不安からヘアアレンジしてみた。かわいい。まず私がお家で、リラックスといっても、いろいろ方法があるわけで、ちょっと頑張る系のまずリラックスからいきたいと思います。ってことでこれです。タンタラーン。あれ、さっき名前教えてもらったのに忘れちゃった。筋膜リリースローラー、このストレッチポールにボコボコついた系のやつで、これでちょっと凝り固まった老廃物を流したりとか、硬くなった筋膜をこれでリリースしたりとかするアイテムなんだけど、これね。あとは、これ。マッサージローラー。これもね、私、なんかわざわざそのためだけに時間を作るみたいなのすごく嫌で、ちょっと一石二鳥系が好きだから、こういう、なんか会話してる時とか、ミーティングしてる時とか、ちょっと座り仕事が多い時に、お尻の下に敷くアイテム。で、もう一個。はい、このお星様みたいなやつ。これ手でにぎにぎする、このツボ押しみたいなやつなんですけれども。これもね、こうやって。ここ痛いのよ。目さ、疲れるとここがね、このツボが痛くなるんだけども、こういうアイテムもさ、こう使ってギュッギュッってやったり、あとここの首の後ろとかさ、自分の親指入んないぞっていうところをちょっとこうやって押してみたりとかね。っていう感じでね、これもさ、こう椅子の上に置くわけですよ。で、座るんですよ、こうやって。で、ゴリ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 して。これちょっとクッションだから柔らかいけど、これがちょっと硬い椅子とかに座ってるとさ、結構痛かったりとかして、今でも痛い。とか、さっきのこの、そう、お星様のやつとか、こう足、今見えないからあれだけど、ここら辺に置いてさ、こうやってゴリゴリしたりとかね。打ち合わせ中の足元、私結構こんな感じ。ここしか映らないから。でそもなんかたまにさやこさん、なんかちょっと動いてるなって時あるから。これやってんの私。あんたはこれですよ。このボコボコしたこの人。これもなんかさ、ちょっと韓流ドラマ見ながらさ、こうやって、ここのところとか、ああ痛い。痛い。あと最強に痛いのが、ここ。こう乗って、ああ痛そう。こうする。痛い。ああ、こういう、痛そう。そう、こうやって凝り固まった筋肉をほぐして、でもやった後は気持ちいいんだよね。なんかこういうギアを使ってちょっとスタイル維持をねしたりするわけですよ。で、最近はこれのさ、電動バージョンとか出たりしてるわけ。充電して、でブルーって震えるんだけど、それとかをこうやってお尻の下に引いとくだけでもすごく効果的だし、この裏ももをこうやって。痛い。痛い。こういうことをさ、やってんのよ、家ではずっと。すごい努力がすごい。そう、努力がすごいのよ。必死だわ、こっちは。で、2戦目、こちら。じゃじゃん。足湯湯たんぽ。これね、これはね、それこそホワイトデーのお返しとか、メンズ女子にあげたらってすごいよ。これすごい使えるのよ。で、こういうのがついてるのね。んで、私さっきケトルでお湯を沸かしてきたんですよ。さっきのね、これ、ここ開けると穴開いてるんです。で、ここにこうやって
っかりはめられるようになっていて、安心でしょ。でこれを入れます、お湯を入れます。すごい、ちょっと一瞬カップヌードル作ってるみたいに入れてキャップを閉めます。反対もね、同じように入れます。おい、そして、はい、あ、もうあったかいよ。すごい、お湯が入ってる、ここら辺にも入ってるからね。足湯暖房を吐きます。あったかーい。あったかそう。あの、完璧、これ。これって結構ずっとあったかいんですかね。結構長持ちするよ。まあまあね、冷めたらまたお湯差し替えればいいんだけど、本当に足温めると体全体が温まるから、これアルテンのみたいにみんな思うと思うけど、意外といけるのよ、これ。なんかおしゃれに見えます。サイコさん履くとちょっとおしゃれに見える。いけてしまう。かっこいい、かっこいい、かっこいい。万民の真似してみたけど、こういう感じでした。ちょっとかっこいいんだよ、なんかこういう感じでした。万民の真似、なんか別いいですね。なんかあったかそうだし、ちょっとなんかファッション的な観点からしてもね。私も今一応、私もちょっと末端冷え性なので、あの、普段はこういうちょっと靴下カイロみたいなのを、あー、貼ってんのね。でもそれよりも絶対そっちの方があったかいと思います。そう、それってさ、片面だけじゃん。で、私サンドイッチするのね、そのバージョンは2枚使うんだけど、でもそっち使い捨てじゃん、こっち、永遠使えってのと、もう入れちゃえば全体が温まるから、ね、これね、これは本当に一押しアイテムです。じゃあ次ね、リラックスグッズというと、私はもうこれ欠かせないんですけど、香り物、香りアイテムは私のそのスイッチオンにするときとオフにするときですごく必要なものなんですけど、最近私がその香り物の中でもよく使ってるもの、ブランドがこちら、てん、なんでしょう。すごいおしゃれな箱ですね。そう、これちょうどね、ギフトで届いてって言いながらも、私も使ってるんですよ。あそこに今焚いてるけど、ディプティックっていうパリのブランドの香り物屋さん、香水とかキャンドルとか、その見て、かわいいの、なんか60周年みたいで、60周年記念のなんか限定のアイテムが出てるみたいで、で私この香りすごい好きなのが、このベってやつなんだけど、なんかキャンドルは私ギフトでもらうとすごく嬉しいの。やっぱり消耗品だからなくなるじゃんって言うても高いから、でもちまちま使いたくないの。やっぱ疲れてる時とか癒されたい時にさ、使いたいから、なんかお客さん来た時だけ炊くとかじゃなくて、自分のために炊きたい。はぁ、いい香り。で、私ディプティックが好きなところは、なんかこういうのがね、なんか一緒にあの販売されてたりするんだけれども、なんかこういうのがすごいおしゃれなのね。これとかもこうやってスタンドなんだけども、こういう形でディスプレイすごい綺麗、おしゃれなディスプレイだったりとか、であとまあこれとかさ、あの火消すときは上にこうやってねで消したりとか、なんかすごいあのパリ感じたいときすごくいい。ディプティックギフトにもすごくいいなって思ってるし、自分ももらったら嬉しいなって思うやつ。ちなみに今今日炊いてるのがローズ。わー、いい香り、かわいいパッケージも。これもね、なんかちょっと置いておくと、ふとさ、お部屋帰ってきた時とかやっぱすごいいい香りだから。これが3つ目香り物です。じゃあ次、あの、これは、私、この2週間、あの、2週間前ぐらいに買って、この2週間試してるんだけれども、すごく良かったのね。で、なかなかなんか自分にジャストサイズのものを見つけられないのが、枕。みんな、枕、自分に合ってるやつってもう見つけてる？見つけてない。ね、枕、私も全然、もうなんか何個買ったことやらっていう感じなんだけど、あの、結構良かったのが、こちら。じゃじゃん。見て、これブレインスリープっていうところのやつなんだけど、これあの枕カバーがね、今つけてる状態なんだけれども、こうやって開けるとさ、見て、こんなのってんの、こんにゃく。これなんかでもね、あの売り文句につられて買ったんだけど、スタンフォード式睡眠なんとかとか書いてあって、これで寝てるわけですよ、最近。
それどんな感じですか、使ってみて。私結構あの高さがある枕が好きなんだけど、あんま良くないんだって、うん、それって。あ、そうなんだ。そう、でも低い枕で寝た時、あの気づくと私腕入れてんの、こうやってなんか枕の下に。でもこれって結構高さを感じながらもなんかすごいクッション性があるから、結果多分そんなに高い枕じゃない、高さがある枕じゃなくって痛くないし、やわすぎもしないし、あと主婦目線で言うと洗濯が簡単。これはもう流して乾かすだけですぐ乾くから。睡眠は本当ね大事ですよね。ね、なんか上質な睡眠を取りたいじゃん、どうせ同じように寝るんだったら、うん、だからちょっとあのベッド周りのアイテムは意識してたいよね、ちょっと投資をしたいよね。私ちなみにあのさえこさんがこの前クリスマスにくださっためんこちゃんと、うん、寝てます。めんこちゃん元気？なんかめんこちゃんの足をこう、うん、ここに置くとちょうどよくて。でもあ、これさえこさんに言おうと思ったんですけど、うん、あの梅沢富美男さんのインスタで梅沢富美男さんがめんこちゃん持ってたの、こうやって、うん、だからおそろ。で最後もうこれはね、あのもういつからだろう、私が10代の時からもう自分のリラックスタイムには必要なものっていうか、もうこれやらないとちょっと一日終われないってぐらい毎日やってることなんだけども、こちらです。ででん、お、ハサミ。ハサミ、これあの紙切りハサミなんです。リラックスグッズとハサミって関係あるんですか？あるんですよ。私ね、髪の毛長いじゃん、でハイトーンでしょ、だからまあ痛みやすいんだけど、私大嫌いなのよ枝毛が。で、あのここぐらいから下になってくると自分の目線に入ってくるの、枝毛がね、もう許せなくて許せなくって、この髪切りバサミ、これを私は、うん、なんだろう、オンラインミーティングでも顔が映ってない時、はいはい、電話だけの電話だけの時にこうやって枝毛探してこうやって切ってんの。毎日。ちょっと怖い。でもその切ってる作業がすごいなんか集中できたりとか、なんかそう、もうちょっとした瞑想、うん、で瞑想してすっごい集中して、うんうんうん、ちょっと疲れるわけ、目とか酷使するから。でもパッと見たらこうティッシュ引いてやるんだけど、すごい達成感があるわけ。もう尋常じゃない枝毛とかと出会えた時とか、尋常じゃない、勝ったわみたいなっていうね。成果が目に見えるのは大事ですね。そうなの。学生の時とかいなかった、うん、授業、先生の授業聞かないで枝毛切ってる女子。いましたいました。大体もうあのクラスのギャルチームの女の子たちはみんなこうでしょ。私もそれ、いまだにギャルマインド引きずってるから。そう、私のリラックスグッズ第5選、これもうこれダントツ1位かな。もう結構ね長年やってるから、多分おばあちゃんになってもやってると思う。みんなも枝毛切りバサミ持っててね。ってことで私のおすすめリラックスグッズ第5選でした。ありがとうございます。大丈夫だったかな、頭おかしい人って思われちゃうかな、大丈夫。